こんにちは、ベンジです。カップヘッドダウンロードコンテンツの続きをやっていきます。前回までで全部レシピが集まったんで、これ全部クリアしますね。ここ行きましょうと、ベーカリーにね、ソルトベイカーズベーカリー。あ、何、地下室、なんか面白い。そや、ダウンロードコンテンツで横スクロールのステージなかったね。あ、なるほど。ソルトベーカリー、悪いやつか？ Welcome back. You murder some brats. I didn't think you'd be back so soon. こんな早く帰ってくると思わなかったぜ。No matter. It's too late to stop me now. ああ、遅かったのか。The Wonder Tarp will be my finest work yet. A shame I never told you about the most important secret ingredient. あ、一番の材料はマグマンだと。そういうことかな。あ、living soul、 魂ね。 While you suckers were out doing my bidding, I nabbed your little friend here. お前の小さい友達はここだよと。 When his soul is baked into the wonder tart. うわ、The cosmic powers of the astral plane will be mine. はあ。マグマン、ミズ・チャリス、You got help me. どうしよっかな。悪い顔してる。But first, I'll take those ingredients and then I'll use your heads as サービングディッシュ。ああ、なるほど。頭？え、このまま戦う？戦うね。いや、あ、なんか今食らわなかったよね。踏んづけて。やべ。よいしょ、やべ、いや、ごちゃごちゃしすぎだって。ちょっと、あー、危ない。氷砂糖がかわいそう。あ、第二形態までいったかな。結構硬いんだよな、こんな一つのフェーズ、こんな長いと。やっぱ乗れたわけじゃねえのか。きつ、全然攻撃当てられてねえ。あ、そいつ知らない。あ、クッキー、よし、角砂糖やだ。よし、ライムもやだ、全部やだ。あ、第二形態、うう、第二形態の始まりまでしかいけねえ。あ、最初から食らうな。あ、潰せんのか。ちょっと待って、これ全部潰せたりしない？しないね。クッキーだけか、潰せんの。角砂糖は？上。行くぜ。あ、クッキー。あ、
きちい。動きすぎなんだよこいつ。超当てにくい。角砂糖が嫌すぎる。食材が嫌がってんのがなんか怖いね。最中に次のやつ準備してっからな。あ、なんだ。あ、バリアね。よいしょ。よいしょ。よし。ここ。全然か。あーべ。あー。なんだなんだなんだ。なになになに、どこ。ソルトベイカーだから。あー、リーフマン。なんかロックマン2のあれがよく出てくるな。こっちの攻撃でエアーマンあるしな。アクションじゃないのよ。ペッパーじゃん、よく見たら。塩じゃなくて胡椒だったわ。多分胡椒を潰すで合ってると思うんだよな。よし、ピンクくれ、ピンク。よし、ここ。よしよし。本当に合ってんのこれ。本体攻撃しないとダメか。できないよね。だ。どうだ、進みは。ああ、もうちょいだった。オッケー。ああ、オッケー。胡椒を攻撃して割るとあいつに攻撃いくわ。オッケー。うわー、いた。オッケー、第2形態倒した。あー、なんかついてきてる。どれ、これ、これだ。うわー、ちょ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 、怖い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 、怖すぎる。はあ、どこ攻撃すんのこれ。こいつか？うわぁ、そういうことだ。ああ、むずい。危ない。あ！もうちょいだろう。もうちょいだった。オッケー。よし。第二形態が一番得意。チャージと一発当てれば。死ぬ。こいつあんまり経験してないんだよ。やべ、なんか単純な動きだな。いいのかい、それで。よし、来た、最終形態。
よし、ちゃんと先を考えるよ。よし、オッケー、上に上がる。よし、オッケー、オッケー、オッケー。おい、もう溜める必要もないからね。よし、投げ、やべ、危ない。うん、攻撃しなくていいんだよね。あ、攻撃するんだ。オッケー、わかった。じゃあ溜めたまま当たればちょうど当たる。バカ、逆だよ。あとほんのちょい。 HP1。 一番何が嫌かって、あの固定でいる火がね、一番嫌だ。オッケー、無傷。よし、無傷で第三形態。もうね、火が嫌だってさっき言ったんですけど、火だけ見てればなんとかなる。よし、これ避けてちょっと撃つだけ。いった、いった、無傷で最後まで来た。パリーしてすぐ当てる。よし、当たってるから。ダッシュするとチャージを手放すっていうのが、あっ、その資質を、その性質を使って倒すと。ふぅ、さすがにラスボスだよね。めっちゃ強かった。えいったでしょ。えい、どうだ、カップヘッド、あれ捕まってたのカップヘッドだっけ。あ、そっか、今チャリスと変わってんのはカップヘッドだもんね。サグネス、 You are okay? あ、入れ替わった。ザ・ダスタル・ダスタードリー・ソルトベイカー He has usFootwink to the wild time. God Zeeks, this place is coming down. Let's get out of here. Eek. Ah, no, my bakery.自業自得だろ。Serve him right for dumping us. But with the bakery destroyed, you are never gonna get that wonder tart, Charlie. That's okay. If some poor soul has to be sacrificed for me to live again, it just ain't worth it. うんうん、なるほど。
But mark my word, boys, I'm never gonna stop searching. And in the meantime, if you ever find yourselves in a scrape, I'm just one cookie bite away. Ah, なるほどね。Besides, who needs a wonder talk when they can have two new best parts instead? なるほど。まあ、クッキー噛めばまた出てくるよ。で、その、まあ、生き返る術は、また他に探していけばいいじゃないみたいなことを言ってたんじゃないかな。で、あんたたちは友達だよと。ここはちょっと早くて読めないんで、翻訳つけて流していると思います。捕まって、強制労働させられて、なんか出てきたやつらがいるね。このダウンロードコンテンツで出てきた敵たちがのとこで働いてんだな。なんかすげえ長いこと言ってる。これはダウンロードコンテンツだね。ダウンロードコンテンツのやつだ。飛行機直してる。でもあれだね、よく働くね。遊んでるしね。よく働いてよく遊んでる。これで、まあ、みんなのレシピっていうか材料を盗んだというかね、盗ませたというかね、やったんだけど、その罪滅ぼしを今してるんだ。あの可愛い子いる。犬、あの犬可愛かったわ。ドッグファイトのね。もうすっかり仲良い。カップヘッドのマグマチャリスいるじゃん。お菓子も作ってくれる。こっからスタッフロールですね。よかった、これで終わりですね。もう一波乱あるかどうかと思ったけど、なかったです。結構ね、短めでしたね。相当短いですね。ダウンロード、ダウンロードコンテンツだからね。これずっと英語だったじゃないですか。で、任天堂スイッチでも出てるんですよね。それは確か日本語字幕ついてるんですよ。で、そっちでついたんだからこっちでもつくかなと思ったらつかないんですよね。なので私の拙い翻訳ついてたと思います。あとね、ちょっと私もね、英語を勉強してないわけではないんですよ。毎日アプリでちょっとずつ勉強はしてるんですけど、スピーキングは全然だっていうのは見てて分かったと思うんですけど、リーディングとヒアリングは毎日勉強してるんですよ。でももうね1年以上は毎日続けてる。デュアリンゴっていうアプリなんですけどね。なんだ、コントローラーディスコネクト。なんで、なんか触っちゃったかな。OK。 よかった。で、それでもこれの英語は全然わかんない。分かったの 2,3 割くらいだと思う。こういうゲームの英語って口語なんですよね。だいたい我々が勉強してきたやつとかは文語なんですよね。その書き言葉でも、これ喋り言葉だから、なんか省略形とかもなんかめちゃくちゃ出てくるし、知らない単語ばっかだし全然わかんなかったですね。だから教科書とか、あとはビジネス英語とか、そういうのは読みやすいですよ、形式ばってるから。でもね、こういう崩した英語は本当にわかんない。YouTuber とか字幕つけてみてもね、全然読めないですからね。どうやって勉強すればいいか、誰か知ってたら教えてください。はい、ということで、カップヘッドの話でもしましょうか。その
本編ではカップヘッドとマグマンしか使えなくて、でそれはまあそれはそれで鬼畜ゲーだったんですけど、まあなんとか数年前にクリアはしましたけど、でそれとチャリスはちょっと操作が変わってて、また新鮮な気持ちで遊びましたね。ただ違和感はなく、二段ジャンプとか自然にしてたけどなかったもんね本編で。その二段ジャンプしようとするとくるって回ってストローであのパリーするっていうアクションで、ダッシュはダッシュで、まあ、いろんな装備をつけて違うダッシュにしたりもできたし、私はあの消えるダッシュにしてたんです、インビジブルダッシュにしてたんですけど、それはダッシュ中無敵になる。でもダッシュがパリーだからもうそこは入れ替えられない。でドッジロール無敵のやつができるけど地面にいる時しかできない。だから結構ね難しかったっすね操作が。でもまあまあまあ、本編クリアした後だとまあ難しいんですけど、まあ全然無理のない難易度でまあ良かったっすね。こっから始めるって人はまあいないか、 いないですよね。本編途中まではやんないとこっちに来れないんで、でこれをクリアするとそのあのクッキーの装備を普通の本編にも持っていけるらしいんですよ。だから本編のボスをチャリスで倒すっていう遊び方もできると。だからまあダウンロードコンテンツで短かったなって思うんですけど、本編の方でチャリスを使えるんで、まあ、また新鮮な気持ちでやれるから、それはそれで結構長く遊べるダウンロードコンテンツじゃないかなと思います。まあ、そっちはまあ動画にはしないですけどね。まあ、たまにね私暇な時にあのカップヘッドやったりするんですよ。あとコントローラー新しく私買ったんですけど、それ試すのにやっぱりカップヘッドをやりましたね。なんかコントローラーですごいやりやすい、あの爽快感もあるし程よい難易度で面白いと思います。よかったらやってみてください。はい、ということでこれでカップヘッドオールクリアですね。いや本当にこれはね超名作だと私は思ってます。久々にやるとまた全然できなくなるし、やり始めるとまた思い出しながらできるようになってくるし、すごいね成長も感じられるし操作感もいいし、すごいおすすめなんで。あと違う武器でやるとまた違う感覚になるしね。でチャリスでまた違う感覚を味わえる。一粒で何度も美味しい。はい、ということでまだやったことない人はぜひやってみてください。はい、ではこれでカップヘッドのダウンロードコンテンツの実況終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。